はソビエト連邦の陸上競技選手。円盤投げの選手として1952年、ヘルシンキオリンピックから4大会連続して出場。1952年、1960年大会で金メダルを獲得した選手である。ソビエト連邦がオリンピックに初出場した1952年大会の金メダル第1号選手がロマシェコワである。結婚前のせいから、 ニーナポノマレワとも記される。1929年、スベルドロフスク付近の強制収容所で出生。父は、教会関係の家に生まれた、芸術家、母は、不能の家の出身であった。1936年、両親の釈放とともに、コーカサススタブロポリ地方のエセントキに移住。1947年から、陸上競技に取り組み始めたロマシェコワは、 1948年にはスタブロポリ地方の競技会で30.53メートルという地方の新記録を樹立。その後、1951年にはソ連のチャンピオンとなっている。ヘルシンキオリンピック出場前に結婚し、生はロマシェコワとなった。1952年ヘルシンキオリンピックはソ連が初めて出場したオリンピックであった。 女子円盤投げには17カ国から20選手が出場していた。大会記録は1936年のドイツのギーゼラ・マウアーマイヤーの47.63メートルであった。ロマジェコアはまず予選ラウンドで45.05メートルを出し、予選通過記録36.00メートルを楽に突破した。決勝ラウンド第1投目で45.16メートルの記録を出し、 同じソ連の2位なドゥンバゼに次いで2位となる。しかし2投目に50.84メートルを出し、オリンピック記録を3メートル以上更新するビッグスローでトップに立つ。3投目でも51.42メートルとさらに記録を更新し、金メダルを確定させた。ソ連がオリンピックに出場して初めての金メダルである。オリンピックから1ヶ月も経っていない8月に、 オデッサで行われた競技会で53.61メートルの世界新記録を樹立する。1954年にはヨーロッパ選手権を制覇。1956年メルボルンオリンピックでは銅メダルを獲得。1957年には赤旗勲章を受章。1960年ローマオリンピックに出場し、オリンピック3大会連続出場を果たす。 そしてこの大会で2大会ぶりの金メダルを獲得した。1964年東京オリンピックにも出場したが11位に終わった。1966年に現役引退。2016年8月19日87歳で死去。ABCDEFG ソ連発の五輪金に輝いた女子円盤投げ選手死去。ニューヨークタイムズ世界の話題。 朝日新聞、2016年9月17日へ閲覧。ニーナ・パウナ・メレイバ、ソビエト・オリンピアン・フー、セット・オフ、エディプロマティック・クライシス、DS アット・87ニューヨーク・タイムズ、2016年8月23日。ありがとうございます。